人生は必ずいい方向に進んでいくという確信が成功への鍵なのです。人生の中で私たちは時として不思議な引き寄せの力を体験することがあります。それはまるで宇宙があなたの深い願いに応えているかのような神秘的な出来事として現れるのです。私自身もそんな引き寄せの力を実感した忘れられない経験があります。特に印象的だったのはあるバンドのライブにまつわる出来事でした。チケットの入手が困難で一般的な方法では手に入れることができない状況で、でも不思議なことに私の心の中には必ず行けるという確信のような感覚が宿っていたのです。この感覚は単なる楽観的な希望とは異なるものでした。それはまるで未来からのメッセージのように静かにしかし確かな存在感を持って私の中に存在していました。チケットを手に入れる可能性は限りなく低く、ライブの日が近づくにつれて現実的には諦めざるを得ない状況なのに、でも宇宙は時として私たちの想像をはるかに超える方法で願いを叶えてくれることがあります。ライブ当日、思いもよらない展開が待っていました。バンドのメンバーが体調を崩したことにより公演が延期になったんです。それで当初のチケットを持っていた知り合いが新しい日程では参加できなくなってしまって、その人からチケットを譲っていただけることになったんです。振り返ってみるとこれは間違いなく引き寄せの力が働いた出来事だったと確信しています。私の強い思いと必ず行けるという揺るぎない確信は宇宙と共鳴し、最終的に望んでいた結果をもたらしたんだと。月収100万円稼ぎたいな。でも何からやればいいか見当もつかないよ。本当に望みは叶うんだろうか。ある人が月収100万円という言葉を日々繰り返し唱え続けていたら本当に実現したっていう記事見ましたよ。でも面白いことにその人は目標を達成して喜んでいた反面、予想もしていなかった問題に直面していたんです。確かにお金は引き寄せることができた。でもその代償として自由な時間がほとんどなくなってしまったそうなんです。休日も満足に取れないほど忙しくなってしまって、やっと月収100万円という目標は達成できた。確かに生活は豊かになったけれど、家族と過ごす時間も自分の趣味に使える時間も激減してしまった。これって本当の意味での成功と言えるのかなって書いてた。だけどその人は前向きで、これは悪いことじゃない、むしろ仕事が成功して信頼されているからこそなんだと思い直して、この収入はキープしたままゆとりのある生活も手に入れようって決意したそうです。その人の経験によると、この引き寄せの言葉を唱えるベストなタイミングが2つあるそうです。一つは朝一番、まだ頭がぼーっとしている時、もう一つは夜寝る直前。特に寝る前についてはまだ頭が冴えている状態だとあれこれと余計なことを考えてしまいがちだから、横になってからもうまぶたが重くなって意識が朦朧としてきた時が最適だということです。その理由は脳が完全に覚醒していない状態の方が意識の深い部分まで言葉が染み込んでいきやすいからだそうです。私も今日から眠くなってきた時に月収100万円ってふわっと思い浮かべながら眠りにつこうと思います。でもその時は同時にゆとりのある生活も一緒に念じておこうかな。バランスが大切ですよね。きっと潜在意識に働きかければ理想の生活を引き寄せることができるはず。毎日コツコツと続けていけばいつか必ず願いは叶うと信じています。この方法はよく聞く定番なんだけど、やっぱり効果あると思うので試してみてほしいです。寝る前、起きてすぐに潜在意識にすり込んで叶えたっていう体験談は多いよね。私はお金に関しては今現在月に100万円を稼げていない自分の考えだけで、その方法を見つけるのは難しいかもしれないなって思います。
月収100万円は欲しいけど、やりたいことが見つかってないみたいだし。それよりも、月100万円の収入がある生活がどんなものか、そこでどんな感情や思いを抱くのか、セルフイメージを具体的に描いてみることから始めてみたらどうでしょう。そして、気になることややってみたいことがあれば、深く考えずに行動に移してみる。これが何になるんだ？とか、月収アップには関係ないといった先入観を持たず、直感に従って進んでみることが大切です。自分が月収100万円になると決めて、毎日目の前のことをきっちりこなしていけば、目標に近づくヒントがやってくるから、それをぼーっと眺めずにつかみ取ればいいんだと思います。運は向いてきますよ。私は確実に月収100万円を稼いでいます。こんなフレーズを毎日の生活の中で意識的に取り入れていく。朝起きた時、通勤中、寝る前、さまざまなタイミングでアファメーションとして唱えたり、ノートに書き留めたりする。最初は少し照れくさい気持ちもあるかもしれません。でも、それを続けていくことで、潜在意識が少しずつ変化していくんです。すると不思議なことに、ある日突然、あ、こうすれば100万円稼げるかも、というアイデアがひらめいたり、何気ない行動が自然と収入アップにつながる方向に向かっていったりするんです。ただし、これには一つ大切な条件があります。そんなの無理とか、本当にできるのか、という疑念は、きっぱりと手放すこと。その否定的な考えが、せっかくの引き寄せの力を打ち消してしまうんです。むしろ、月収100万円を稼いでいる自分の姿を、楽しく妄想してください。こんな素敵な暮らしをしているんだろうなって、ワクワクしながらイメージを膨らませていけばいいんです。私自身、実際にこの方法で目標を達成することができました。最初は単なる妄想かもしれないけど、それを続けていけば、必ず現実になっていくはずです。大切なのは、楽しみながら、前向きな気持ちで取り組むこと。きっと、あなたにも素晴らしい変化が訪れるはずですよ。引き寄せの法則を実践しているとき、つい思考に集中しすぎてしまって、心が疲れてしまうことってありますよね。もっと強くイメージしなきゃ、もっと完璧に考えなきゃって。でも、それは本来の目的から少し外れているかもしれません。大切なのは、まず自分自身をリラックスさせて、心地よい状態を作ることなんです。五感を使って素直に楽しむ時間を持つことで、むしろ引き寄せの力は強くなっていきます。例えば、ふわふわした毛布や柔らかいクッションに触れる時の心地よさ。その幸せな気持ち、安らぎの感覚があなたの未来を作っていくんです。好きな音楽を聴いて、自然と体が動き出したり、心が踊ったりする瞬間。その高揚感や充実感も、きっとあなたの望む現実への近道になるはずです。引き寄せの知識は、本来、私たちの人生をより豊かに、より幸せにするためのもの。なのに、それを意識しすぎて現実の楽しみを見失ってしまっては、本末転倒ですよね。今のあなたに必要なのは、もしかしたらちょっとした心の休息かもしれません。スマートフォンやパソコンの画面から目を離して、静かに目を閉じる。深いゆっくりとした呼吸を繰り返す。お風呂に入浴剤を入れて、ゆったりと湯船に浸かる。体を軽く動かして、凝り固まった筋肉をほぐす。もやもやした気持ちを紙に書き出して、それを破り捨てる。何をするのが一番いいのかは、その時々の自分の気持ちに耳を傾けることで見えてくるはず。ただ、頭の中の絶え間ない思考を一旦休ませてあげることが大切です。私自身、考えすぎてしまう傾向があるので、特に気をつけています。SNS を見ていて誰かに一言言いたくなることがあっても、それは実は自分自身に向けた言葉なのかもしれない。
と考えるようにしています。そうやって常に自分を見つめ直す機会として捉えています。本当に思考を休めるのって大事だと私も気づいたところです。育児に追われる毎日の中で最近自分の心と頭が限界に近づいているのを感じていました。子供の世話に追われやりたいことを我慢することが増え、それがストレスとなって少しずつ心に重くのしかかっていたように思います。でも今日ふと大切な気づきがありました。思考を休めるという選択肢があることに気がついたのです。常に何かを考え行動し頑張らなければいけないと思い込んでいた。でも時には意識的に思考をオフにして、ただ呼吸をすることに集中する時間を作ることも心の健康には必要なのかもしれません。この気づきはまるで曇った空に差し込む一筋の光のように感じられました。誰かの何気ない一言がこれまで見えていなかった新しい視点を与えてくれる、そんな気づきの瞬間が大好きなんです。気づきは必ず私たちをいい方向へと導いてくれる、そう信じています。今まではやりたいことができないというネガティブな感情にとらわれがちでしたが、この気づきのおかげで育児期間中だからこそできる心の充電方法を見つけられた気がします。思考を休めることできっと新しい発見や気づきにも出会えるはず、そう考えると不思議と心が軽くなるのを感じます。この気づきへの感謝の気持ちとともに、これからは意識的に思考を休める時間も大切にしていきたいと思います。人生における願いの実現について興味深い気づきがあります。特定の目標に対して必死にイメージトレーニングをしたり執着したりするアプローチは、かえって望む結果から遠ざかってしまうことがあるのではないでしょうか。むしろ日々の生活の中で、たとえ目標とは直接関係のないことであっても、前向きで明るい気持ちを大切にすることで自然と良い結果に導かれていくように感じます。例えば願いを忘れた頃に叶うとか、執着を手放したら実現したという経験は誰にでもあるのではないでしょうか。これは執着や不安から解放されることで本来持っている自然な引き寄せの力が働き出すからかもしれません。ある分野では成功しているのに別の分野では思うようにいかないというケースもありますよね。例えば仕事では順調なのに恋愛がうまくいかないという場合、仕事で感じる充実感や達成感、周囲から認められている実感などをしっかりと味わい、そのポジティブな感覚を大切にすることで恋愛面でも同じようないい経験を引き寄せることができるかもしれません。結局のところ人生のさまざまな側面は互いにつながっていて、ある場面での幸せや成功体験は別の場面での成功にもいい影響を与えるのです。ですから目の前のことに感謝しながら楽しく前向きに過ごすことが望む未来への近道なのかもしれません。引き寄せを本格的に始めてからもう少しで4年になります。これまでを振り返ってみると、まだ実現していない願いもありますが、多くの目標は達成できています。最初は願いが叶えば幸せになれると思っていましたが、実際に叶った時の喜びは一時的なものでした。しかし引き寄せを実践する中で私の中で大きな変化が起きました。以前なら他人の目を気にして萎縮したり、些細なことでくよくよ悩んだりしていましたが、今ではそんな心配から解放されています。むしろ日常のありふれた瞬間に幸せだな、恵まれているなと感じられるようになり、その気持ちが自然と新たないい出来事を引き寄せているように思います。引き寄せには様々な方法がありますが、私の場合はこの日々の小さな幸せに気づき感謝するというシンプルなアプローチが最も効果的でした。特別なことをしなくても毎日の生活の中で自然と実践できる点が
長く続けられている理由かもしれません。引き寄せによって願いが叶うまでの期間は経験上かなりばらつきがあることに気づきました。願いの中には数日で実現するものがある一方で、3年ほどかかるものもありました。特にこうなったらいいなという程度の軽い気持ちで思い描いたものは、意外とすんなり実現することが多いように感じます。ただし願いの規模や複雑さによって完全な実現までの道のりはおのずと変わってきます。例えば新しい趣味を見つけたいという願いと理想の仕事に就きたいという願いでは、現実化までのプロセスが全く異なるのは当然でしょう。私の場合、いつ叶うのだろうと期間を意識し始めると、どうしても執着が強くなってしまう傾向があります。確かに強く執着していても願いが叶うことはありますが、その過程で自分を追い詰めてしまい、精神的な負担が大きくなります。そのため今は願いを抱いたら一旦手放して、日々の生活の中での楽しみや喜びを見つけることに重点を置いています。大切なのは願いの実現にかかわらず、自分の人生には幸せや楽しみがあると実感できることです。この感覚が願いへの執着から自然と距離を置くことを可能にしてくれます。以前の私は不幸な出来事ばかりに目が行きがちでしたが、今では現代の日本に生まれただけでも大きな幸運だったと感じられるようになりました。また時間がかかって叶った願いを振り返ってみると、一見遠回りに思えた過程で得られた学び、気づき、出会い、経験が結果的に大きな財産になっていることに気づきます。むしろその遠回りがあったからこそ、より深い満足感や充実感を得られたと言えるかもしれません。私はもともとかなりネガティブな性格だったのですが、いつの間にか人生はどんな形であれ必ずいい方向に進んでいくという確信を持てるようになりました。この心持ちの変化が引き寄せで得られた最大の恩恵のような気がしています。日々の生活の中で自分のエネルギーや意識の周波数を高く保つことで、人生に驚くような変化が訪れることを私は身をもって経験してきました。大きな出来事では、フリーター時代に底辺だった自分にはぴったりだったんだろう男性と結婚し離婚、子供は非常に病弱で1ヶ月に半分も仕事に行けず当然解雇されて、こんな状況からインスピレーションがあり独立起業し、理想とした新築マンション購入、子供たちにもいい大学へ行かせることができました。これで独立しようと思い立っても、それを実行していなければ今でも時給900円のパートとかで生活していたと思います。田舎なので子連れの女性をちゃんとした正社員で雇ってくれるところがあまりないんですよね。まず起業を思いついたのも自分ではなく導きだったのだと感じています。本当に感謝しかありません。最初は単なる偶然かもしれないと思っていた小さな幸運も、意識的に前向きな気持ちを保ち続けることで次第に日常的な出来事として感じられるようになりました。例えば思いがけない場所で素晴らしい出会いがあったり、長年望んでいた機会が突然訪れたり、困っていた問題が思いもよらない形で解決したりすることが増えています。特に大きな変化を感じるのは人間関係の質が変わったということです。高い周波数で生きようと意識することで、自然と周りには前向きでエネルギッシュな人々が集まってくるようになりました。そしてそういった人々との交流がさらに私の意識を高めてくれるといういい循環が生まれています。また日々の出来事の捉え方も大きく変わりました。以前はなぜこんな困ったことが起こるんだろうと悩んでいたような出来事でも、今ではきっとここに意味があるはずと捉えられるようになり、実際にその経験が後になって思いがけない形で生きてくることを何度も経験しています。
さらに、自分の内側から湧き上がる直感やインスピレーションを信頼できるようになったことも大きな変化です。高い周波数で生きることで、宇宙からのメッセージや導きをより鮮明に受け取れるようになり、人生の重要な決断において、より確かな羅針盤を持てるようになったと感じています。この変化は、日々の小さな選択の積み重ねが、少しずつ私の人生を変えていったと感じています。朝起きた時に感謝の気持ちを持つこと、他者への思いやりの心を忘れないこと、自然の美しさに心を開くこと。そういった小さな心がけの一つ一つが、私の周波数を高め、人生をより豊かなものへと導いてくれました。振り返ると、本当に多くの奇跡的な出来事や素晴らしい変化に恵まれてきたことに、深い感謝の気持ちでいっぱいです。肩の力を抜くことが大事だと思っていることもあって、ありがたやーと調子者っぽく毎日繰り返しています。私たちには想像以上の可能性が開かれているのだと確信しています。誰もが意識を高め、より豊かな人生を創造する力を持っているんですね。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。